まだか。よし、今日も朝から元気に頑張るぞ。お、何でもかんでも調子に乗りすぎは良くないよね。何が落ちたんだろう。いけない、早く行かなきゃトレーニングの時間になっちゃう。売って以来じゃない。この毒サレがやってくれたらハット。あれ、そういえば私死んだんじゃ。どういうこと。イルハト、あなたイルハトに何したの。ハットゴッドハト、ハットハトファミーの力のハット。しかし、そりゃこんな髪の毛の人はいないと思ってたよ。私は一体何になったの。ハット、ウィッチクラフトイルハートハット。私魔法少女になっちゃったの。そんなことよりも早く逃げないと危ない。ハット、そうだ、私はさっき誰かの謎の光にやられて。イルハートで考えてくれたあの幻影魔法、かっこバーチャルスキル、かっこ閉じるを使おう。あの呪文は、なんだっけ、なんだっけ、稼げないから死んで終わる企画かと思ったのに、怖っ。
の光の矢に遭遇しなきゃいいわけで、今日はもう引きこもってよ。ホッタ、ホッタ、やっと帰ってこれたの。ドアを開けろ。ホッタ、あのクソローストチキンなんてこと。とにかくあれだ、あの今度こそ、今度こそはあの無事になる魔法をイルハートのみんな頼むよ。ハートに裏切り者がいるとしか思えないと同時に、何なんだこのシリーズは。とにかくね、ともかくだ、あのクソフライドチキンが来る前に何か対策を考えないと。どうしよう、どうしようどうしよう、そもそもなんでこんなことになったんだ。思い出せ、思い出すんだ。そうだ、そうだよ、赤坂の第一駐車場で勧誘されてコンパのバーチャル YouTuber になってなろうとしたのが間違いだったんだ。ちくしょう、ホイホイついていった自分を呪う。あの時に、あの時に戻れれば、もっといい会社の VTuber になって今頃幸せなはず。戻りたい、戻りたい。忘れていたけど、これは魔法少女もの？もしかしてこれで過去に、昔に戻れる？どっちにしろここで動かなきゃまたループに戻っちゃうから、よし、やるっきゃない。イルハートの人生を取り返しに行くことができる。よし、さっさとハートが来る前に行くぞ。なんかよく寝たような。あっ、そうだ、イルハートは歴史改変をするため過去に。ここは？知ってるゾウさんじゃない。え、これをイルハートにくれるの？イルハートを生き抜くよ。こんな時代でも絶望せず。ゾウさん、イルハートの生き抜ける確率はきっと1億分の1くらいの確率だと思うけど、でも頑張ってみるよ。イルハートが一歩前に出るだけで確率は10億倍にも増えるよ。気のせいか。ともかくイルハートはこの時代で生き抜いて、願わくば覇者になるんだ。
れで今日も飢えなくて済むね。中尾勝町さん、ほらイルハートはここにいるよ。そんな、中尾勝町さんが死んじゃったらイルハートまた一人ぼっちになっちゃうよ。そんなこと起きたら正直心が折れてしまうよ。え、イルハート、時に折れたっていいんだ。折れたことを恥じるんじゃない。もう生えないと諦めることが恥なんだ。生えようと強く願えばきっと誰かが魔法の水をかけて応援してくれるよ。中尾勝町さん、イルハートは生きてても偉大な人気のある人にはなれないかもしれないけど、イルハートらしく生きてみるよ。イルハートは肉で全てを導く肉マン。ここに肉大国を設立する。イルハートにつくものはその腹を満たしてくれよ。我は信長様の武将の一人、木下藤吉郎イルキチであるぞ。私はイルハートだけど、それを証明するものはない。私は、私は静かにいなくなるのも悪くないかもしれない。中尾勝町さんの角。イルハート、時に折れたっていいんだ。折れたことを恥じるんじゃない。もう生えないと諦めることが恥なんだ。生えようと強く願えばきっと誰かが魔法の水をかけて応援してくれるよ。でも、もう誰もイルハートを応援してくれる人なんて。魔法の水なんてかけてくれる人いないよ。イルハート、イルハート、この声は、イルハート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 。イルハートのみんなの声が、なんで？イルハート、
VTuber に興味がないわと？これできっと向こうのイルハートは死にまくるわけね。そう思うとなんとも複雑だけど、もう一度立ち向かわなきゃね。もう撮影始まるわとよ。分かってるって。相変わらず小うるさい丸揚げチキンね。あなたの心にイルハート。練乳の可能性をさらに掘り下げるためにですね、果たして唐揚げ以外に練乳の合う食べ物はあるのかっていうのをね、実証していこうと思います。今ですね、ここにはレモンと魚の天ぷらとトマトとなんかいっぱいあるんですけど、それをね、全部をね、練乳をぶっかけて食べていきたいと思います。あと3000年かけるとは本当に世話がかかるやつハット。